2008年開幕を前に誰がこの男の快進撃を予想しただろうか。ダークホース、いやノーマークのゼッケン一番斉藤大吾。しかし今となっては誰しもがその実力を認める。斉藤が初めて B1 に挑んだのが2004年。初めて出た壮行会で B1 ライセンスを勝ち取り、完全プライベーターとしてグランプリを戦ってきた。しかし当初1回戦を勝ち進むこともできない日々が続いた。さあアウト目いっぱいの状態からコントロールした、戻った右、そして後ろから斉藤振ってきた大きな振り、ここはプレッシャーがないのか三木隆二、大きな振りでまず斉藤を抑える。しかし斉藤ももちろん負けてはいない、大きなミスはありません。さあこれは両者大きなミスはないんですが、細かいところでの今減点はありますね、はい、ブロック幹、はい、さあ2本目入りました。斉藤大吾が前、後ろからトップシークレット S1 号幹隆二追いかけます。おお斉藤振ってきた、危ない危ない危ない、おー幹いった、落ち着いて処理しました。危なかったですね、今今日最大のピンチでした。今危ねー、よくやっぱり動き読んでましたね、まあ、ベスト8進出、幹隆二。斉藤が B1 に挑んで丸2年、2006年の開幕戦、須郷。馬としては全然違いますよね。いやただね、はい、斉藤大吾は進入速度高いんです、うん、高いですよね。さあ食い込む食い込む、上をかけてきます。食い込み切れないか、さあ食い込み切れないか、おー五分ですね。おお、五分ですか。2コーナーの立ち上がりまでは7-3に近いですよね。スタートしました。2本目。見た見た。上尾勝弘の後ろからビタビタでくっついてきた。くっついてきた。さあ斉藤大吾入り込めるか、入り込めるか。戻った。戻った。上尾勝弘完璧に戻った。これはダメ。両者ともに何だそこでまっすぐなってるんですか。いやー、もう戻ってる。これは両者ともに戻りましたけれども、ベスト8進出はなんと斉藤大吾。結果。ベストリザルトの5位。2008年、ここまでの戦績を見てみると、開幕戦以外では安定した結果を出している斉藤大吾。第2戦富士で準優勝、そして第5戦のオートポリスでは自身初めての優勝を飾っている。それまで単走番長とさえ呼ばれていた男にどんな変化があったのか、話を聞くために斉藤の自宅を訪ねと、ここで我々の目に飛び込んできたものが、この住所で間違いはない、自宅の玄関前にまるで自家用車のごとく置かれた赤ゼッケン1番の D1 マシン。船津にマシンメンテの協力を得ているものの、依然として斉藤はプライベーター。それだけに一人でこなす作業も多い。それゆえマシンの保管場所も専門のガレージとかではなく、ご覧の通りの玄関先となる。それはさておき、今シーズン好調な斉藤にターニングポイントの一戦を聞いてみた。結果は出なかったんですけど、1ラウンド目のエビスですね。優勝したオートポリスではなく14位に終わった開幕戦。実は斉藤、昨シーズンのオフにこれまでにない徹底的な走り込みを行っていたのだという。その結果見えてきたものが、外から見ててどう見えてるかっていうのが思い浮かべられるようになったですね。後追いで入ってきた、飛び出しはまず末永、そしてそしてどうだ、最後の最後もいい状況で来たが、ここは入れない、ここは入れない。さあここからは運動性能がいいアレクセブン、ここはちょっと離した。斉藤はこの時シードの常連選手末永に敗れるのだが、いつもと違う手応えを感じている。これまでの勢いに任せての走りから、さらにステップアップした走りへと進化した一戦だったのだ。先行後追い、末永マサオの2本目、戻った、戻った、末永は戻っていない。末永はまだトリックをキープしている、キープしている。審査員席と
から見て、でこう前の車の動きに対してこう後ろの車がどう動かすとかっこよく見えるかとか、そういうのが自分で走りながら思い浮かべられるようになった。それは新人ロープの走り込みのおかげですか。そうですね、はい、新たな斉藤の走りが見事に花開いたのが第5戦オートポリス。斉藤はいよいよ決勝戦まで駒を進める。ここで勝てば初優勝。緊張する一戦だ。しかしそこには普段通りの斉藤がいた。さあ動き出しました。2本目ということになります。野村健先行、後追い斉藤大吾。さあどう来るか。まずは野村健、どう来る。バーンと同時、同時斉藤大吾連れてくる。入ったー、すげーすげーすげー、初めて見た。なんですのあれ。狙ってたねこれ。完璧狙ってたねこれ。これインカットっていう走りじゃないですよね。ない。全然これ角度一緒ですよね。全然一緒。いや、ここのサーキットでこんなに綺麗にオーバーテイク決められますか。初めて見た。まだなんか実感がないというか。何が変わったっていうのも特にないんで、うん、普段は全然リラックスできてます。6ポイント差で2位に、こう、一筋縄じゃいかない今村君も追ってきてるんですが、これどうですか？直接対決はあんまりやりたくないですね。一回も勝ったことないんで。負ける気はしませんけどね、僕は、はい、あのちゃんと勝ってますし、僕はライブに、はい、決着がつきました。ロードトゥーザチャンピオン、この道を通り抜けた者だけがロードオブザグランプリ、グランプリの支配者となることができる。